はい、どうも、サオでございます。本日はですね、グラスマですね。グラフィティスマッシュ、スママジじゃないです。グラフィティスマッシュの、リセマラと当たりキャラ考察していきたいと思います。まあなんかどうしてもね、なんとかストライクのせいでね、こういう引っ張り芸はね、スマッシュっていうね、言語を使わなきゃいけないみたいですけれども、もうやっていきましょう。リセマラ、時短テクニックみたいな、出してるんですけど、サムネに。まあそんな大それたことじゃないですけど、まずスキップでしょ、ここ。で、戦闘が始まりの、まあ、ここは、完全にこの、ここ狙うってとこを狙えばいいだけなんです。あ、やばい間違えた。まあ、とりあえず、ここ、どう弾いても、これ倒せなくても進むんで、まあ、とりあえずここを狙うってところを狙ってください。今完全にミスりました。で、ここも、ここ狙う。なんかモンスターやってる人右に弾きがちだと思うんですけど、これやるだけで、ここも終わりますと。まあ、これも倒しきれなくても進みます。で、ここはまあ普通に貫通。で、上に当てるだけと。雑種と。まあまあまあ、皆さんもこんな感じでやってますよねって感じなんですけれども。ああ、そうだ。リセマラの当たりだけ見たいのであれば飛ばしちゃってください。多分5分ぐらいに設定してると思います。いや、そんなことないかも。で、これ倒しきれない。で、ここで重要なね、塗りというね要素を教わることになります。塗りっていうので、フィールドをね、自分色に染め上げることによって、攻撃力が上がるというね、素晴らしい機能になっておりますと。はい、スカーレットローズ。これ長いのどうにかしてほしいんだよな、これ。モーション長いんだよな。ザシュー。はい。この下にゴーって出てるのもね、なんか某ゲームをね、彷彿させますけれども。まあ、ダメージ倍率が最大2倍と。ここまで塗れば2倍。ここまで塗れることあるのかわかんないですけど、スキップしていきますと。で、今度はね、召喚獣ですね。召喚獣じゃねえや。まあ、なんか召喚獣的な何かを習いますと。で、ここでまた時短テクニックがあります。で、ここをね、召喚獣呼ぶのが、多分2手か3手かかるんですけど、まあ、なんか最初から、召喚獣を塗る、あ、召喚獣をね、出す条件を満たしてしまえば、1手、早まりますと。で、ここでね、もうね、下に召喚獣出てるので、塗っちゃえばもう一発で終わります。ここね、このキャラの間のとこ狙ってここ塗っちゃいます。もう8割塗っちゃえばこれ出てきちゃうん で本当なら適当に弾くと塗り切れてない時にはこの召喚獣もう一回塗って出さないといけないんですけど、今みたいに横に塗っちゃえばもうグラフィティこれ発動できるようになるんで、もうポンとここで1手早まりますと。で、これは適当に打てばいいです。加点終わるんで。まあ、それは分かってるよって話ですね。はい。これで、チュートリアルが終わります。一応、バトルのチュートリアルは終わります。さすがマスター。マスター。はい。で、スキップ。反射か。とりあえずこれ好きな方を選べばいいか。貫通だったら貫通選んだ方がいい気がするんだけど。あ、これはどっちでもいいっぽいな。よーし。で、ガチャを引き、まあ、ここでも、星4は出ます。これ実際に見ました、出るところ。で、確定演出もね、出れば確定なんですけど、まあ、出なさそう。で、ここね、レバー思いっきりね、レバーランブできるんで、ここで。で、この謎の演出を経て、はい、マティアちゃん、結構可愛いですね。はい、で、編成のチュートリアルに入ると。で、まあ、編成 C の。はい、で、ここで最後のね、時短デクですね。まあ、ここまで見て、まあ、俺もそれでやってたよって人はもうごめんなさいなんですけど、はい。で、ダンジョンに進みます。はい。で、ダンジョンで、ここで、フレンドを連れて行きましょう、みたいなことを言われ。はい。フレンド、
お、連れて行きましょう。忘れ物ありませんか？出発を選択してくださいね。しません。ここで戻れますと。で、ホーム画面に戻ると、プレゼントをもらいます。まあ、これが最後の時短テクですね。まあ、なんか、出発してくださいって言って、なんか、出発させようとしてますが、まあ、ここで戻ってガチャ引けるんで。で、引くべきなガチャはね、ハロウィンガチャだと思います。のが男のサガでありますけれども、横からねスライドしてこないともう外れなんでね、横からスライドしてこい。スイーッ、あ、来ないですね。まあ、確定でようが一体じゃ意味ないかなっていうね。ね、うん、ちょっとね、あ、出るんかいみたいのを狙っているんですけど、出ないけど、なんか結構初めて見る人多いですね。まあ、ダメですね。はい、ラストは横から出てこないけどピックアップの子でしたという感じで、ガチャを引いていただければ良いです。この限定キャラが出やすいんで 1%、まあ、これを出しの他狙うって感じなんですけど、まあ、どれが当たりなのかっていうと、まあ、結局この上の段強えんだな多分な。うん、上の段が強くて、まあ、コンラッド見ていきましょう。ね、リンコンボを誘発させる。これ爆発系かな。うん。で、2回壁で反射するペンを放ち、触れた味方を強化して動かす。これがね、号令だね。某ストライクで言うと号令なので、まあ、これなかなか塗りがね、うまくできる。ハンタースキルになってるんで、これは間違いなくこいつを狙うべきでしょうと。あ、とりあえず、こいつも見ます。これはね、メテオですね。対象の数に応じて、威力が分散するカボチャを触れた敵全員に落とすと。まあ、威力は多分分散しちゃうんですが、まあ、1体に対しても使えるハンタースキルと考えれば意外と強いのかもしれないです。まあ、これはね、限定なので、まあ、多分強い設定はされてるのかな。うん、まあ、そこはね、詳しくゲームやってみないとわかんないんですけど。あ、一応参考程度にしてください。で、アリス。反射しながら、周囲にリキッドボムを巻く、道路を放って、を狙った方向へ放つ。これも結構塗りが強いですね。まあ、このアリスは火力も高いですし、パワーは少なめなんですが、まあ、塗りの範囲が広く、まあ、これ24000。で、この友情も強いんだよな、多分。友情って言っちゃった。リンクコンボも24000なんで、これ強いんだよ、多分。これ強いっすね。はい。まあ、砲撃型みたいな感じだと思います。で、あと、ヨミちゃんは、陣を張り、周囲に攻撃とリキッド化を行う。まあ、ヨミもすごいいいと思います。ただ、これちょっと癖あるけど、まあ、ビームの範囲も強いので、まあ、このリンクコンボ自体は塗りには多分影響しないと思うんですけど、まあ、8方向なんで、範囲広くて良いと思います。で、最後、レンゲ。リキッドアップしつつ、周囲をリキッド化するって、もうなんか、塗りがすげえんだ、これ。自身をリキッドアップして、触れた味方を4ターン浄化状態にする。浄化状態わかんないですけど、この塗りの性能に長けてるのは俺はレンゲだと思います。あと、遅延系がいるんですよね。このスキルターンに遅延、ラメールと、あと、稲荷。リキッド化し触れた敵のターン一旦遅延する。これ結構強くて、こいつらも。で、かつこの子も、唯一回復自己強化持ってます。まあ、なんで、まあ、ここ、なんだろうな、おっさんを境に左側を2体以上で俺はいいと思います。まあ、他も使えますよ。もちろん。これ主人公で絶対手に入るから別に排除として。この辺もまあ使えると思うんですけど、まあ、特段強いのはこいつかなっていうのはあり、まあ、かつ、まあ、コンラット含め2体とか、まあ、そういう感じでね、複数狙ってあげるのがいいと思います。それがね、リセマラの終着点になるかなと思います。まあ、ちょっとよくわかんねえって思ったら、まあ、コメントで聞いてくれれば、
まあ、明日から多分やり込んでると思うので、まあ、随時、コメントの方見ていただければ、まあ、最新の情報わかるかなって思います。はい、ご視聴ありがとうございます。本日の動画ね、以上になります。はい、グラスマはね、多分配信すると思うので、よかったらまた見てください。ご視聴ありがとうございました。